4月8日、そしておじいちゃん、今月誕生日ということで、ダブルでハッピーバースデー、おめでとうございます。いい一年にしてください。お孫ちゃんがね、生まれてまた幸せがいっぱい、笑顔がいっぱいね、ファミリーに広がること間違いなしですね、テンプ。ごめんなさい、笑っちゃった、違う違う、テンプしてある画像があったんですけど、いやいや、これはあれですね、あの赤ちゃんなんですけど、出がらしのお茶を飲んだ後のおじいちゃんみたいな口元で、本当まさにこの方が言ってるみたいに、口元が渋い、面白い顔してるということでね。まあでもこれ、あの赤ちゃんって生まれたてとか、なんか私もう一個の生まれたて見た時に